はい、こんにちは。今日はね、おしゃれお花見で超有名、大人気なミッドタウン六本木のお話なんだけど、その中でもね、おすすめの、ね、時間帯がね、あるんですよ。日没後すぐ、まだね、少し明るい空とライトアップされた綺麗な桜のコラボ。この時間帯がね、一番綺麗だと思うんですよね。黄昏時というか、トワイライト時というか、そんな時間帯をね、見てもらいたいと思ってね、動画にしてみたんですよ。こんな感じなんですね。どうかな？一度ね、見てください。どうぞ。さあ、ミッドタウン2階の横から外に出ましょう。この橋の上からの景色がね、お花見の頃も年末のイルミネーションの時も好きなんですよ。綺麗な桜にウキウキ。このレストランもなんかおしゃれですよね。いいですね。え、どうですかね。え、さあ、ではね、桜の小道を歩きましょう。階段を降りていきます。さっき渡ってきた橋ですね。さあ、小道を歩いていきましょう。綺麗ですね。ワクワクです。皆さん熱心に写真撮ってますね。お、姉ちゃん可愛いですね。ねえ、綺麗ですね。いつも、ね、この辺りに出店が出るんですよね。その先の青い色のところですね。ね、なんかね、まだ明るい空ともうついてるライトアップのコラボがどうです？結構いいと思いません？ね。これが出店ですね。皆さん食事を楽しんでられます。今回はなんかティファニーの色みたいな建物ですね。どうです？いいでしょう、ね、この感じ。広場、日の木町公園の方ですね。渡り廊下が見えてきました。次あっちの方に行きますね。いいですね。どうですか？さあ、渡り廊下に上がってみましょう。ねえ、こっからの眺めも抜群ですものね。
こちゃんのそうです、いいでしょう、ね、え、そんなこれ夕空とライトアップされた桜のコントラストが素晴らしい、ね、ちょっとじっくり見てみましょう。お、三日月が見えますね。お、高級車ベンツの高級バージョンのマイバッハが通りましたね。あ、またベンツだ。またベンツ。あ、やっぱりね、場所柄高級車が多く通りますね。さあ、さっき来た桜の小道を戻ってみましょう。これはさっき来た渡り廊下ですね。空が少し暗くなってライトアップされた桜がより引き立つようになってきましたね。これからね、仕事帰りの皆さんが続々とお花見に集まってくるんですよね。ね、綺麗ですね。お子さんの声が時々聞こえるけど、どうなんだろう。仕事帰りのお父さんと待ち合わせてお花見っていうところなんでしょうかね。いいですね。華やかな感じですね、うん、最初渡ってきた橋も浮かび上がってますね。
ちゃ多いんだけど。さて、ちょっと表通りの外苑東通りまで行ってみましょうか、ね、おっと、なんとマイバッハの広告看板、ビルボードですね。この界隈ならではの、ここではまず見ない広告じゃないでしょうかね。左へ行くと六本木交差点、その先に麻布台ヒルズ、そのまた先に東京タワーですね。右へ行くと青山通りに出るんですよね。さあ戻りましょうか。ライトアップされた橋が浮かび上がって綺麗ですね。見ていただいてありがとうございました。これからもね、よろしくお願いします。こんな感じで動画アップしますんで、よかったらチャンネル登録しておいてください。そしてね、いいねボタンとかコメントもいただければ元気が出ますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあまた。よろしく。